展開のあらすじ。上杉領の山形城に狙いを定めた大浦為信。北条との連携もあり、簡単に山形城は落城。次なる狙いは山形城南にある米沢城。しかし、米沢城は北条の領地となっていた。どうする？為信の決断はいかに？皆さん、こんにちは。信長の野望、新生、パワーアップキットの20回目の放送となります。初めての方は、はじめまして、引き続き視聴いただいている方は、本当にありがとうございます。初見でマイペースな動画ですが、一生懸命コツコツプレイしていきます。よろしくお願いいたします。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第20夜、開幕です。この動画、カイ君の肉声とゆっくりボイスが共存している作品となっています。本編が始まる前に、彼らのトークをお楽しみください。わしの名前は大浦為信。六つ津軽の大名であり、本作の主人公である。今後の方針などを決めるため、作戦会議でみんなに集まってもらった。みんな、よろしく頼むぞ。殿、山形城の落城、誠おめでとうございまする。これで、南欧州の重要拠点を取ることができました。上杉軍は反撃部隊を出す余裕はなさそうです。その間に、山形城を強化しましょう。山形城を取れたことは非常に重要だ。この拠点を軸に、欧州制覇を狙っていこうぞ。ところで、みんなに紹介したい者がおる。今年元服した長男、信武じゃ。信武、挨拶をせい。大浦為信が嫡男、信武である。大浦家を引っ張っていける武将になれるよう、努力する所存である。信武よ、将来、大浦家を背負う男になれるよう、厳しく指導していくからな。努力します。ごほ。信武様、体の具合でも悪いのですか？無理せず、しっかり休まれてはいかがか？大丈夫です。気遣いは無用である。信武よ、お前は昔から短気なところがある。それでは人心を得ることは難しい。しっかり心がけよ。は、軍師様、大変失礼しました。いえ、お気になさらず。しかし、神経質なところも持っている人だ。果たして、殿を継ぐ器に成長するのだろうか？さて、次なる目標についてだが。軍師よ、情報共有を頼む。は、すでに早道の者から連絡が来ております。安成、説明を。は、殿が目標としている米沢城についてですが、現在、北条の領地となっております。米沢城にいる早道の者からの情報では、北条家は要塞にする模様。我らの何かを防ぐ意図があるようです。つまり、ちんたらしていたら、要塞化した米沢城を奪取することが難しくなるわけか。北条との同盟を終わらせる時が来たようだな。ですが、上杉も我らの領地を狙っているため、上杉にも気を使う必要があるかと。これは私の案ですが、上杉と同盟すべきかと存じます。なんと、戦をしていた上杉と同盟せよと申すか、確かに要案ではあるが、簡単ではないと思うぞ。殿、難しくとも、それが一番の要案であるならば、突き進むべきかと思います。犬もそう申すか。わかった、やってみよう、軍師よ、手配を頼んだ。それでは、今回の目標は上杉との同盟である、厳しい条件であるが、何としてでも成功させる、皆の者、頼んだぞ。はは、殿のため、天下のため、必ずや同盟を成功させましょう。それでは、解散。やっほー、ちょっと待ってくれー。はぁ、またお前か。今度はどうしたんだ？津軽家のエピソードを発掘するコーナーだよ。今回は、大浦犬さんに話を聞こう。あ、私ですか？答えられる範囲であるならば良いですよ。昔、津軽独立戦争の時、為信公を陰から支えた人だって学んだんだけど、それは正解でいいんですか？そうですねー。兵士にご飯をあげたことはありますし、鉄砲の弾を製作したこともありますよ。インタビュー、ありがとうございました。為信公を陰から支える大浦犬さんでした。それでは、アディオス。ふふ、話し方が下手な人ですが、カイ殿の、面白い人ですね。面倒な、の間違いじゃないのか？
はい、こんにちは。やっていこうかなと思いますが、ちょっとね、状況は深刻なものがあるな。北条がちょっと米沢取ってしまったんで、これ以上南下するのが難しくなってしまったっていうか、上杉だったから勝てたんだけど、今度北条が相手だからね、簡単にはいかないと思う。さあ、ここからどうしようか。俺の考えでは、上杉と戦ったけどすぐ同盟して、で北条と戦うっていうシナリオを考えてます。じゃないとな、じゃないとこれ天下統一できないと思うんだよね。まあ要は、うーん、北条と戦う、上杉と同盟するっていうのをちょっと今回頑張ってやってみようかなと思ってます。なので今回もしかしたら戦わないかもしれないというわけで、そんな動画を目指して頑張りたいと思います。よし、じゃあやっていこう。待ってね、まず外交だよね。外交をどうするべきか。100だよね。盟友として信用してる、盟友として信用してるってことでね。上杉はもう敵視してんだよね。今の状態じゃまだまだ難しいな。つい最近まで戦っていたし、しょうがないと思う。ましょうか。まあその間に、立てるものはなんか立てちゃおうかなーなんて思ってます。ちょっと待って、軍は、あ、金山銀山かな、どっちもいいけど、じゃあとりあえず商人町から順番に立てていくとしますか。うん、国衆取り込み上進いたします。オッケー、破壊。いやー、上杉にはちょっかい出すのまずいな、同盟したいからね。さあ、ちょっと眺めてようか。おお、米沢取ろうとしてる。上杉が、上杉頑張、北条に負けるな。上杉応援だな、しばらくは。やりました。どうした、どうした、なんで戻る。え、米沢城、いや、米沢取る気ないのか。あ、はい。あ、ちょっと待って、全然見てなかった、左側。ごめんなさい。くそー。不審。あ、ちょっと増えてるね。もうちょっと頑張ってみるか。いやいやいや、早く進展しろよ。いろいろね、立てていきたいから。二脱目書は大事だよ。私のゲームの中では最重要盾屋だ。行こう。あー、くしゃみ出そうだ。お、牧場。謹んで受け止まります。いいね。新しい人来た。おお、悪くないじゃん。貴殿にお使いいたす。杉原さん、いいよ。おー、どんどん使っていこうぜ。あー、このちょっと立てていかないとな、積極的に。早速始めまする。うん、頼むぜ。さーて、上杉がね、会津黒川城取れてるのはまだいいね。そう、どの城も大変だな、兵力いっぱいいるわ。北条と戦うとき苦戦しそうですね。喜ばしいですな。おう、どうも。やりました。忠節を尽くします。登録しようか。登録じゃない、登用、求人出そう。今出せないな。親善大丈夫か、まだ不審か。でもまあ、もうそろそろやっちゃうか。柿崎さん、ご加盟とあらば。頼むわ。さあやってこう。約2年、同盟まで2年かかる可能性がある。よし、牧場建設したぜ。 OK、 二脱目書はでかいぞ。
じゃあね、二発目書もあって、鋳造所は後で作るから、考え水道かな。はい。まったりプレイしているカイ君であった。今少しよろしいか。伊達政宗の登用が難航しております。はい、通るよ。政宗、地元にいたのか。どこ行ったか、わからなかったんだよ。温泉？なんで温泉なんだ。下北しかも。いや、下北はやめて。前線出したいから。だから、ここにするか。あ、温泉郷まだ出てないしな。山形は。温泉郷。ここか。ここだよな。仕方ねえな。これでいいか。感触なんかこれ以上上げたくねえな。とりあえずこれで感謝いたす。でも政宗さんゲットできてよかったですね。どこにいたんだ今まで。全く。まあいいや。まずは政宗逃げないようにしないとな。ちょっと待って、取引で買おうぜ。これにしようか。んで、それを。伊達政宗だね。よし、これでいいや。感謝です。当分、政宗は裏切らないだろう。ナイスプレイ、カイ君。伊達政宗ゲットできたの、痛いなじゃなくて、嬉しいな。山形城全然人増えてねえな。北条は今婚姻しちゃうか。徳川と血縁関係になるってことか。なんかいいねえ。秀康の方がまだいいな。え、一応婚姻しちゃうか。してみたいな。ちょっと興味湧くな。じゃあちょっとやっちゃいますか。へへ。役は互いぬぞ。やったー。まあなんかあったら裏切ればいいだけだからね。ひどい考え方だ。最悪な考え方だけどさ。よし、これで北条の背後を取れるぞ。よいしょ。で、上杉とはどんな感じだ。ああ、うまくいってるわけないか。はあ、援国投与は大事。考えがあります。人はたくさん取っていこうぜ。よし、考え水路ゲットしました。で、あとは方針だな。しばらくは委任でいいよ。お金しばらく見ないうちにだいぶ減ってるな。オッケー。おお、やったー。だけど1年か2年くらいはマジで力貯めるっていうか、上杉とまだ不信かよ。ああ、簡単には折れるわけないか。はあ、我慢だ我慢。少しずつ少しずつ。いやー、今は同盟しなきゃダメだろ。折り合いについて。上杉入った。黒川を守るための戦いが今始まった。ちょっと眺めてようか。上杉総攻撃か。おお、すげえ。上杉総勢何万か分かんないけどさ、すげえぞこの戦いは。
でも法上に最初早速やれてる気がするのは気のせいか。青なーリタさんでしたか。まあいいや、使えてみるも良いか。いいよ、頼むぜ。お、金山来た。始めようぞ。この金山がでかいんだよね。いやーすげえことになってる。なんだこの大群、こんなのと後で戦うことになるのが嫌だな。上杉と同盟せよだな。上杉兵少ねえのよく頑張ってるよな。オッケー、誰だ。お、北さんですか。いいですね。おお、波岡近吉さん、いいね。頼むぜ、二人とも。フィニッシュ取り込み。要案があります。よし、いいぞ。北条が疲弊してる間に攻めるっていうのもありなんだけどさ。同盟中だから、それは不可能です。おお、上杉すげえな。いっぱい出してるよ。大丈夫、勝ってる負けてる分かんないんだけど。いや、こんな感じやつ勝ってる感じしねえな。これ俺勝てんのかな、北条に。自信ないや。おお、すごい。てかいつの間に織田と徳川の同盟が破棄されてるんだ。勝利が誰のものか、風に問い。すごい。何ですと。え、どうなった。ああ、織田家がここしかない。マジかよ。織田信勝何やってんだよ。あ、取られちゃったか。人生、何があるかわからないね。頂上です。お使いしよう。煉獄投与。これもしかしたらあのイベント見れるかもしれないね、今回。ちょっとそこまでやってみよう。そして外交どうだ、うまくいってるか。うまくいってねえし。はあ、いや、もっとうまくいってほしいんだけどな。しょうがない。小さなことからコツコツとですよ。牧場建てるよ。そしてあれだよね、金山だから鋳造所建てたいな。考え、これ破棄して鋳造所を建てたい。おいよ。軍開発してなかったな、そういえば。あ、なんか自動的に軍開発してるね。助かるわ。行こう。あ、しまった。北条と同盟するの忘れてた。進言するんですね。まあ、上杉と同盟するまではそれもありかと。まあ仕方ない。やってみましょう。やってみよう。川家康やるな。上杉もやるけどだいぶ弱ってるな今。米沢城大変だな。うむうむむむ、オッケーオッケーオッケー、いいよ。いや、よくないけどさ。よし、お、やった、1万5000も。ありがたい。朝廷からさらに引き出してみようぜ。始めようぞ。
そして士官誰。おう、貴殿にわしを扱えますか。いや扱いでかわかんないけど、てか政宗が温泉郷欲しいって微妙なんだよな。てか全然あと20年は政宗動かせないって考えてちょっとげんないっすな。あ、しまった。え、今度ここ津川。上杉じゃない、北条もよく狙うな。よし、通常鋳造所ができたぞ。これでかなりお金には余裕が生まれたと思う。そしてなんかやってみるか、制作でも。俺これやりたいんだよな。やってみるか。うむ、揃えまして、よし、これでいいや。上杉の戦いを眺めてよ。上杉と同盟できたところでやめだな。あの、やめっていうか違う、そういうやめじゃなくて大宝寺。よし、よしを切って言うんだ。へえ、貴殿にわしを扱えます。いいね、どんどん人材増えてるじゃん。これはいいことだ。お、金ちゃん来たか。よし、お金持ちになれるぞこの国は。お、戦ってんな。神前どうよ、まだか。いやー増えてね、いつまで不審になってんだが。家康すげえな。たまらぬわ。今回は眺めて戦うことじゃなくて眺めて終わりっぽいだな。でも津川城取ってくれたらさ、北条との戦い集中できんだよ。よろしいですか。はいはいはい、 OK、 電波制いいよ。北条が引き上げてるね。おお、これやられるパターンじゃねえか。お金、そうそうそう、減ってる減ってる、いいじゃん。上杉やるね、勝ったね。津川城守りきったな、上杉やるな。これ間に合わねえんじゃねえ、もう。あ、間に合った、すげえ。さあちょっとなんか空いてるとこあるのか。うわー、ポツポツあるな。ごめんごめん、やってなかったわ。ありがたく存じ。わ、ここはひでえな、3人もいねえ。かたじけなし。金平さんにしばらくやらせよう。超越至極に存ずる、かたじけなし。え、こっち、うわ、全然すいませんね、本当に管理できてなかった。ありがたき幸せ。戸沢、待って、戸沢森安さんやめた方がいいな。片倉北でもいいけどさ、ここら辺に。ありがたき幸せ。大崎さんとか戸沢さんを入れて感謝いたす。喜びにござる。あ、ここも空いてた。あー、最悪だ俺。片付けなし、ごめんね。北条とはまあそうだね、まだ同盟結ぶべき。折り合いがついた。津川城を守った上杉すごいね。さあこの後どうなる展開、うわ全くもって分かんない。
上杉さすがよ。おお、農地開墾いいね。いいね、制圧しちゃえ、制圧しちゃえ。おお、やるね、戻ったぜ。あれ、あ、そのまま森田ね、どこ行く気だ今度は。来ました、このイベント見たかったんです。じゃあ今回このイベント見て終わりかな。っていうわけでゆっくりやっていこうかな。よっしゃー、大浦犬は津軽犬っていうことにしとくか。というわけで、お、誰だ、知らない人だけど、やった、佐竹さんもいるね、いいね。おお、いいぞいいぞ、もっと成長していこうぜ。取り込み自信があります。ユリシュで東洋浪人、よしで早速なんか上杉と北条がまた戦おうとしてどうなってんだか。そして親善はどうだ、調子どうだ。おっと、ちょっとじゃん、いいよいいよ、同盟するべきなんだよ僕らは。ちょっともう少しだけやってみようか。いや気持ち悪い動き方が。上杉頑張れよ。やったぞ、やっほーい。津川城が標的に、上杉は守り通すことはできるのであろうか。いいんじゃない、いいんじゃない。ええっ、こっちかも。うわ、めんどくせえ。上杉これ終わったな。あ、二つ指導一気に取られる可能性出てきたわけだこれ。さあどうしよう、徳川と津軽が結べば北条とも戦えるんじゃないかなって思うけどね。ちょっと眺めてようか。おお、いいじゃん。貴殿を主と仰ぎましょう。どうもどうも、ありがとうね。一つよろしいか。なんだ、馬牧場がある種の領地が欲しいって。我が、いやいいけど、我がでいいよ。金は金ねえんだよな、そこまで。なんか優しい官職でもあげちゃおうかな。役職じゃなくて金ね。おい、ありがたく存ずる。こんなもんでいいかな。いやー、津軽為信になったね。こっからが物語本番に入るよ。上杉一体どうなっちゃうんだろう。上杉本当に大変なことになってんな。やべえな、うわ、総勢何万だよ。今少しよろしい。はい、我はこれより盟友です。木下家との外交姿勢に変化がありましたって。よし、これで津軽と上杉が結んだぜ。これで準備は整った。次はね、北条と戦うぜ。というわけで3月になったんで中途半端だけど、ここで終わりたいと思います。ということで今回はここまでだよ。このコーナー、自由にお話しする時間です。早速、スタート。今回は戦、ありませんでしたね。ちょっと、寂しいかも。でも、上杉と北条の戦はたくさんあったね。上杉不利だったけど、よく戦ったと思うよ。
次回は僕らが北条と戦うのか。北条、どんだけ強いか予想つかないよ。北条の兵力、伊達じゃないと思うから気をつけよう。ところで、ダメの武功、解明したね。津軽になったね。これは嬉しいイベントだな。それに、新キャラで信武さんが登場しましたね。物語が一段と賑やかになりました。カイ君、ちなみに新キャラは何人登場するの？今で5人だし、プラス数人かい？ネタバレになるから、正確には言わないけど、今の倍以上になる予定だよ。多いな、編集するの大変そうだ。時間をかけて、しっかり作り込んでいく予定だよ。頑張るからね。そして、時間だから挨拶しなくちゃ。皆さん、お疲れ様でした。閉幕します。ねえねえ、お腹すいたよ。お菓子あるかい？あるよ、コンペイトウ、食べるかい？うほ、いただきます。うはぁ。甘すぎて昇天したカイ君。コンペイトウを食べるときは、みんなも昇天しよう。